こんにちは。こんばんは。今回は、うつ主がネットで購入したものを紹介するぜ。今回もたまりにたまったネット購入品紹介ね。ああそうだぜ。今回は何なの？今回紹介するのは、こちらです。何これ？こちらは2006年にバンダイから発売されたレッツ TV プレイクラシックというシリーズのゲーム機で、コントローラと一体化した本体に専用の AV ケーブルとアダプタを挿してテレビにつなげることでゲームができます。で、このシリーズにはナムコノスタルジア1、2と、タイトーノスタルジア1、2の計4種類があって、ナムコノスタルジア1にはゼビウス、マッピーとそれぞれのアレンジ版のゼビウススクランブルミッション、マッピーにアームコダンの逆襲の4本が、ナムコノスタルジア2にはゲプラス、ドラゴンバスターとそれぞれのアレンジ版のゲプラスファランクス、ドラゴンバスターハンドレッドの4本が、タイトーノスタルジア1には影の伝説、黄金の城とそれぞれのアレンジ版の影の伝説怪伝、黄金の城アマゾネスの4本が、タイトーノスタルジア2には危機開会、スラップファイトとそれぞれのアレンジ版の危機開会かくれんぼう、スラップファイトタイガーの4本が、それぞれ収録されてるって感じみたいです。要は一つにつき4本のゲームが楽しめるコントローラー一体型のゲーム機ってことね。まあそんな感じです。で、これはその中のタイトーノスタルジア1ってやつです。ちなみにこれだけでは遊べず、4機種に共通した別売りの専用ケーブル&アダプターセットが必要です。アダプターもちゃっかり買ってあるのね。そりゃこれないと遊べないからな。ちなみにうぷ主は結構前にタイトーノスタルジア1とアダプターセット合わせてだいたい3000円くらいで買ったんだけど、今だとタイトーノスタルジア1の方は2000から3000円くらいでちらほらネットで見かけて、アダプターセットの方はそもそもあんまり出回らないみたいで、その時々によってかなり値段にばらつきがありそうな感じでした。本体手に入れたもののアダプターセットが手に入らなくてなかなか遊べないパターンあるってことね。ああ、もしこれ今になって買うならセットで出品されてるやつ買う方がいいかもな。各言ううぷ主さんも実は黄金の城がやってみたくて結構前からこれ目をつけてたんだけど、なかなかアダプターとセット売りされてるのが見つからなくて結構探すの大変でした。ってことは結構苦労して手に入れた品なのね。ああ、だからなんかここぞという時に動画にしようと思ってしまい込んでたら今度はしまい忘れて長期間放置されるというね。なんかそんなん他にもいっぱいありそうね。まあとにかく今回はこちらを箱から出してざっと外観眺めた後ちょこっと遊んでみます。じゃあまずは本体の方から。で、こちら中古品だったんですが、なんと説明書や付属品の入った袋は未開封だったのでこちらは今回は開けません。まあその辺は好きにすればいいけど説明書読まないで大丈夫なの？影の伝説はファミコン版やったことあるし、黄金の伝説もまあ何度かやればなんとかなるだろ。多分。で、こちらが肝心の本体です。本体正面には方向キーとボタンが4つついていて、プラスネジ4本でネジ止めされてるカバーを外すとプレートの交換ができます。交換用のプレートはさっきの袋に入ってたわね。で、本体上部にオンオフのスイッチと、アダプターセットを差すコネクタ、クレジットボタンがついていて、本体側面の片側にはストラップホールがあり、本体下部にはステッカーを貼るためのくぼみがあり、本体裏面はなんかよくわかんないけど4箇所四角いくぼみがありました。正面以外はかなりシンプルな感じね。まあサクッとテレビに繋いで簡単に遊べるってのが売りだろうからシンプルな作りでいいんではないかと。ちなみに持ってみると意外と小さかったです。どっちかっていうと子供向けの商品なのかしら？いや、対象年齢15歳以上だからどっちかっていうと大人向けの商品です。てか2006年発売なのにイメージキャラクターがゲームセンター嵐の時点で子供向けじゃないだろ。確かに。まあでも実際触ってみた感じ特別手の大きい人じゃない限り大人でもそこまで持ちづらいってことはなさそうでした。ならよかったわね。まああとは実際にゲームプレイしてみないとなんとも言えないけど、ボタンや方向キーも特に押しづらくはなさそうだったので多分問題ないんじゃないかと。ってことでお次は専用 AV ケーブル&アダプターセットの方ざっと見てみましょう。まずアダプターの方なんですが、こんな感じの小さめのやつで、5V 0.4A のセンタープラスなので、これはプラグの形状さえ合えばまあ代用品探すのはそんなに大変じゃないと思います。でお次は専用 AV ケーブルですが、これはなかなか特殊で、黄赤白の3色の RCA 端子と一緒にアダプターを接続する端子がついていて、ここにアダプターをつなげることになります。映像と音声の出力側に電源の入力端子があるのね。ああ、あんま見ない作りな気がするな。で、本体に挿す側の端子ですが、こちらも1個のコネクタに4極 3.5mm のピンジャックと DC 端子が並んでる珍しいタイプになってます。うん、これはちょっと代用品探すのは難しそうね。
だからアダプターセットは結構高値で売られてたりするのかもな。まあでも多分これ単純に AV ケーブルの端子とアダプターの端子を並べてるってだけだと思うから。ここにアダプターと4極 3.5 ミリの AV ケーブルを別々にぶっ刺しても使えるんじゃないかと思います。ちなみに一応テスターで 3.5 ミリピンジャックのピンアサイン調べたら、先端から白、黄、グランド、赤って感じでした。わざわざ調べたのね。もしこれが壊れた時のことを考えてピンアサインメモっておけば代用品探すなり自作するなりしやすいかなと。アダプターセット買い直すと高いし。なるほどね。まあ試したわけじゃないからうまくいくかどうかはわかんないけどな。ちなみに本体にケーブル挿すとこんな感じです。ってことでまあとりあえず外観はざっとこんな感じでした。ではそろそろもろもろセッティングして動かしてみます。アップエンパイア2に繋いで映すのね。ああ、これも4対3のが遊びやすいだろうからな。邪魔スイッチオンです。で無事起動しましてタイトル画面です。中央に嵐がいるわね。でこの後しばらく待ってたら黄金の城のデモ画面になる感じでした。結構映像ちらついてるわね。うん、映りはあんま良くないみたいなのでその辺はご了承ください。まあとりあえず始めてみましょう。プッシュエニーキーと出てるので適当にボタンを押すと。ってな感じでテーブル筐体が4つ並んだゲームセレクト画面になりました。へえ、なかなか雰囲気あるわね。あと右下のゴミ箱はデータをクリアするためのものみたいです。ここでセーブされたスコアなんかを初期状態に戻す感じかしら。多分な。じゃあまずは影の伝説からやってみます。で筐体選ぶと始める前にセットアップの項目でキーコンフィグやらオートショットの設定やらできるみたいです。難易度の設定はないのね。多分ないんじゃないかな、わかんないけど。てか説明書読めばその辺も書いてありそうだけどね。説明書は未開封だったので開けません。いやそこまで未開封にこだわるタイプじゃないでしょうに。てかそもそも中古で本体は普通に使ってるわけだし。まあ細かいことは気にせず影の伝説プレイしてみましょう。あれね、この辺はファミコン版も似たような感じだったわね。ああ、こうやってみるとファミコン版も結構再現度高かったんだな。で始めるときはクレジットボタンを押せばいいようです。ってことでお決まりの霧姫がさらわれるシーンからスタートです。あれね、やっぱキャラサイズはファミコン版より大きいし BGM も迫力あるわね。まあそりゃいくらファミコン版が頑張ってたって言ってもその辺はアーケードにはかなわないからな。でもこの独特なふわっとした触り心地は結構近い気がするからその辺もファミコン版はよくできてたんじゃないかと思います。でまあちょっと飛ばしますが森のシーンを抜け。抜け穴のシーンです。でここでは最後の敵を倒すと同時に一気やられてしまいましたが。とりあえずここも抜けられまして。城壁のシーンです。ここはひたすら上に登っていくのよね。でまあここもサクッと抜けて。まあ、城内にやってきまして。そのままぬるっと霧姫のところまで来られました。なんかあれね、ファミコン版プレイした時ほど苦戦してない気がするわね。ああ、今のところはファミコン版よりもなんか優しめな気がします。でお決まりの霧姫ごと大ジャンプで脱出です。影はまあいいとしても霧姫は姫なのにすごい跳躍力よね。実は自力で脱出できるのに影に助けられたいがためにわざとさらわれまくってるんじゃないか説あるよな。いやそれは知らんけれども。てかあれね、最初に出てくるボスがファミコン版と違うわね。ああ、ファミコン版はいろいろ追加要素あるからな。ちなみにファミコン版だとボス戦は蝶を先に倒さないとボスに攻撃入りませんが、アーケード版だと蝶は特に関係なく最初からボスに攻撃通るようです。の割にはめっちゃ蝶切ろうとしてましたけど、そこはうぶ主さんファミコン版しかやったことなかったからね仕方ないね。はいはいわかったわよ。でファミコン版は3章クリアで1周でしたがアーケード版は2章クリアで1周となり、そこでエンディングが挟まります。とりあえず1周はできたってことね。ああ、やっぱこれ結構進みやすかったです。で2周目スタートしまして、や
やっぱ一周目よりは敵の攻撃激しくなってて早々に一気失いましたが、なんやかんやで2周目もサクッといけました。やっぱファミコン版よりもアーケード版の方が簡単なのかしら。ってことなのかな。それか対等ノスタルジア1に収録されてるのはアーケード版はアーケード版だけど難易度はちょっと調整入ってるとかあったりするのかな。わかんないけど。まあ何にせよ本間もんのアーケード版やったことないウプ主にはその辺どうなのかちとわかりませんが、これはなかなか気分よくプレイできております。って思ってたんだけど何周かしたらボス戦前に霧姫をさらっていくのが光の玉みたいなやつになりまして。そしたらやたらボスが強くなりました。うん、さっきまで順調だったのが嘘のようにあっという間にゲームオーバーね。ああ、やっぱちゃんと難かったな。まあでもヘッポコウプ主が初めてプレイした割には頑張った方かと思います。まあ一応ランキング1位だしね。あ、あとコンティニューする場合はクレジットボタン押せば何度でもコンティニューできます。いくらでもレンコインできるわけね。とりあえずこいつムカつくのでレンコインして倒したる。はいはいイライラするんじゃないわよ。でまあしっかりもう一度やられまして。もう一回コンティニューしてなんとか倒せました。じゃまあとりあえずノーマルバージョンの影の伝説はこの辺にしとこうと思います。ってことでお次はこれでしか遊べないアレンジバージョンの影の伝説怪伝ちょこっとやってみます。ちなみに影の伝説怪伝ではプレイキャラクターが影ではなく、女忍者か人間でプレイできるって感じみたいです。性別キャラで遊べるようになってるのね。ああ、ちょっと楽しみだよな。でタイトル画面に早速ワンコさん登場です。ゲーム内容は一緒でプレイキャラだけ変わるって感じかしら。って感じなのかな、わかんないけど。まあちょっくらやってみます。多分上のあやめって方が女忍者で、下のガミンって方がワンちゃんだろうな。じゃまとりあえず上から行ってみます。お、なかなか可愛い感じね。そうだな。でどうやらこいつの場合は刀の代わりに爆弾で、手裏剣の代わりにクナイって感じみたいです。刀の代わりに爆弾ってなかなかね。ああ、近接武器なしとかなかなか尖ったキャラだな。まあでもこれはこれでなかなか爽快感あっていいかもしれません。でサクッと霧姫のところまで来まして、最初のボス戦を迎えたんですが、どうも爆弾ではボスとは戦いづらく、って感じでまず一気やられ。二気目もあっさりやられ。結局全然うまく戦えるようにならず三気やられてあっという間にゲームオーバーです。雑魚蹴散らす分にはいいけどボス戦は刀じゃないのはちょっとやりづらそうね。ああ、爆弾うまく使いこなすのはちょっと時間かかりそうだなって思いました。ってことでお次は人間の方使ってみます。でこいつの場合は刀の代わりにビローンって炎吐いて、手裏剣の代わりに火の玉吐くって感じみたいで、ジャンク中は炎吐く代わりに回転して攻撃するっぽいです。こっちも結構癖ありそうな感じね。ああ、やっぱ使いやすいのは影が一番使いやすい気がします。ちなみにウプ主が犬使ったら最初のボスにもたどり着けずに抜け穴のシーンであっさりやられました。いやそれはさすがに下手すぎるでしょ。だって犬殺せが低いから水の中入ると全く見えなくなって何が何だかわかんないから地上で戦うしかなくてそうすると今までの戦い方と違うから全然うまくいかへんかったねんもん。はいはいわかったわよ。ってことで今回はこの辺にしておきます。あれ、黄金の城の方はやんないの？思ってたより時間かかりそうだからそっちは次回ということで。まさかのまた動画分けるパターンなわけね。動画分けると後半の動画は再生回数落ちるから分けないでいこうかとも思ったんだけど、ここまでで結構いい時間になってるし単純に編集しんどいっす。いやだから最後心の声漏れてるんだってば。まあとにかく黄金の城とそのアレンジ版の黄金の城アマゾネスはまた次回ありますので少々お待ちいただければと思います。多分この動画が上がった翌日には続きも上げられると思うので、黄金の城の方も気になる方はぜひチャンネル登録してお待ちください。ちゃっかりチャンネル登録まで促してるし。ってなわけで今回はこの辺で終わっておくぜ。では最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.